はい、どうも皆さん、つまです。えー、ペーパーズプリーズ、引き続きやっていきましょう。えー、25日目ですね。一体何日目もなのかわからないですけど、これ。<laughs> えー、合衆連邦伝染病蔓延の危機と。なるほど。えー、一時抑浴されたポリオウイルスが逆襲ってなんかすごい表現ですよね。えー、まあ合衆連邦伝染病蔓延なんで、まあ合衆連邦の連中を入れるんだとかそういうことでしょ、結局ね。お、兵隊なんつったっけ、この人ね。 もう名前すっかり忘れちゃったけど。えー、っと、アルタン地区住民から引き続きアルストツカのパスポートを押収することと。なるほどね。いはいはい。締めてははここですよと。綺麗な女の子と出会ってね。はい。い頭から離れない。いはいはい。まあ、濃い色恋沙汰ね。えー、エリサさん。なるほど。 何これはこの人が来るよってこと ?I love you always. はいはい。<laughs> はいはい。なるほど。えー、っと、亡命を希望と。はいはい。えー、っと、どうですかデータ一致してますね。これ OK ですよと。 ナタリア・オーティンスさん。データ1、OK ですね。えー、っと、写真とちょっと違うような気がしますけれども、髪型だけだもんね。そうそうそう。だから問題はそうですね。OK ですね。で、合衆連邦団で OK でしょう。で、パスポート番号も OK。ケ、えー、データバースも OK ですね。で、身長161センチ。ま、あ確かに髪型で盛られてるから、 そう,いう感じ五51キロ。問題、有効期限。んふ <laughs> ん最後の最後引っかかったぞ。どうしようもなかったんです。まあ、確かにね、わかりますけれども、残念ながら、あの、有効期限切れちゃダメなんですよ。さようなら。病気を持ち込まないでください。えこんなに これ、ガタガタガタと来ない、来ないよね。来ないですね。えっと、入国のもで、観光ですね。はい。観光で。14日間観光で滞在。<laughs> 失礼なやつだな、このやつ。えー、49、169センチ。えー、OK、82年12月27、OK ですね。 あちょっとパッと見が全然違うけど大丈夫ですよね。えー、まあ女性でしょうと。はい。まあまずこっちからやりましょう。ゼイフ・ナデ、ナデザさん。すごい名前ですね。えー、観光で自由区間って言ってるね。えー、観光で自由区間。OK ですね。1982年中うんと。で、ファンコしてあるから、えー、問題ないですよ、と。ね。で、インポールのハイハン出身と。 80年10月9日まで。もう問題なそうですね。えー、反抗しましょう。えー、それでは。さよ絵はそんなに弱くない。ありがとう。<laughs> ちょっと謝ってくれない,いですね。エリサさん。エリサ、覚えておきましょう。これはエリサではないですね。どう見ても。えー、観光に来ました。ん随分写真と違うような気がするけど。 え百、ー、179センチ、85キロ、OK です。82、12、そこは切れてますけど。<laughs> すみません。えー、忙しかったんだ。そういうのは理由にならないから。残念だけど。さよなら。<laughs> これ、合衆連邦国民は、そもそも無理だってことあ、そうなんだ。はは、は、は,は、はい、はい。 あなたはまるで暑い日。わけがわかる。なんじゃこりゃ。えー、っと。わけがわかる。なんですかこゃ、これ。めくれる。あなたの欲私の欲をするも、そのもの。アップル、ビザを認めてない。バカか。<laughs> バカか、お前。はい、さよなら。あ、素敵。全然素敵ちゃうわ。<laughs> 帰れ。 なるほど。これ合衆連邦からの、ちゃんと最初のやつを読んでなかったですね。<laughs> これを。はいはい。えっと、ちゃんと今読んでますんでした。<laughs> 違う本を読んでました。あんこれエレンかエリサじゃないのかそうかそうか。えー、っと、ボブ。黒人の。筋肉もき持きマッチョマンの黒人男性、ボブ。え178センチ。OK ですね。これはオッ OK ですよと。で、えー、ハロウスカ。 エレン・ハローブスカさん。えー、まあこれは一致してます。観光2ヶ月。えー、滞在60日間の観光オッケーです。83年11月1日オッケーですね、えー。次、はい、これ。これ、これと一致してんの、ね、よ。大丈夫だね。オッケーですね。えー、で、最後、コレチアのユルコシティから。えー、ユルコシティオッケーですね。それでは反抗します。はい、オッケー観光お楽しみください。 エリスさん。嘘くそっ本当に <laughs> え二、ー、日、乗り継ぎ二日間。どこだかわからんわ。最悪の人生さそうですか。ブラマしてくれない。手紙渡してる。これ、これじゃ渡してるよ。はい、どうぞ。百 <laughs> 七十174センチ。えー、っと、99センチ。 な、なんかもらった。十二月23日、ケ、OK、ーですね。えー、で、で、一致してますよ、と。で、83年1月8日まで OK ですね。ハンコもしてありますよ。何が一体偽造だったかハン反抗してないとかそういうことえー、お男ケー、OK、ですね。えー、で、2日乗り継ぎ。 ふつなの乗りオッケーですね。えー、これちや、ゆるく東グレスティン、オッケーっぽいですかね。僕には不審は見つけられませんでしたのでアップルします。はい、オッケーはい、次。これでもエリサで必ずこれ1枚もらっちゃうわけでしょって考えるとちょっとア、えー、アルタン地区だ。えアルタン地区は残念ながら、えー、対象なんでね。 身長大丈夫だね。えー、こっちは。オッケーですね。えー、で、アンドレ・カルロスさん。OK ですね。これに問題は見受けられませんね。アルタン地区。えー、なので,で、これにそもそも間違いがあっちゃダメなんだよね。えー、と、えー、オーベクボー・ボノー。ケーですね。オーベク・ボーノー。1984年。んで、まあまあまあ、オ OK っぽいでしょう。OK ですね。で、えー、っと、アップローブ。これの上でアップローブすべいですね、まあ。パスポート返せって言われるけど、無視と。押収しました。<laughs> はい、次。エリサさんさっさと来てほしいんですけど。これエリサじゃないな。あ、シャエって知ってるぞ、これ。 そうだね。これでもね。これ、この人通さないとね、あの、あの人、鬱陶しいからなんか、シャイは通すとか言われたよね。どうしようかな。エリさんも通さなしいけないんでしょ通すとか、上司、正味上司怖いもん。<laughs> あんまり痛くないので、も来んなよ。も ディミトリを呼べ。まあ、当然これ来ますよね。そうですよね。問題は、これでエリサが来ちゃうと罰金もらっちゃうんだよな。かといって、エリサ断るのもちょっとかわいそうだしな。ば、ちょっと金余ってるから罰金確保で行きますかエリサ来たら。ねえ、僕はあの、優しいですから。同僚に対して。82年に、来なかった。い <laughs> や、しし来なかった、なかった。2 23日。OK ですね。えー、っと、データ1へ ゆっくりやりましょう。そしたら、えー、っと、妻と一緒に住む、すむ谷に気ましたいよとッ OK ですね。ハンコもしてありますよね。ハンコ、これ本当にほ、本当に本当にそのハンコえー、っと、OK ですね。さすがにでもそういう引っ掛け方しないのかなですね。まあ、男性ですよね。OK ですね。えー、っと、6月19日までで、えー、リーバップ、 リパブリアのボスタンから、オッケーですかねリオフル。リパブリアのボスタンから。うん。まあ大丈夫でしょう。えー、アップルブ。それでは、これで本日の業務は終了ですね。エリスさん来なかったですね、結局ね。翌日移国くのかしら。転居可能って言われても、転居したくないよ。おんないから無理。そもそも。<laughs> これ食料と暖房カットしましょうか、今日はね。 全部 OK なんでね。で翌日、あれだったらまたやるっていう感じにしましょう。えー、じゃあ次、翌日行きましょうか。ええー、衛生省国民の安全確保に尽力と。はい。まだ合衆連邦は入れないのかなあれ、あの、あ、来た来た来た。ええー、ポリオワクチンの言ことわかります。ワクチン接種証明書か。 すべての入国者は、えー、ワクチン接種。なるほどね。えー、ぜ、何しろ全員とですね。で、相変わらずアルタン地区は、ダメですよ、と。なるほど、わかりました。これ、次ってやるボタンを作ってくれるよね。なんだこれあ、そうだ、これが。えー、滞在期間は、60日予定ですと。えー、と、まあ、まずこっから行きましょうか。 166センチで71キログオッ OK ですね。これ8年12月23日まで OK ですね。えー、次。えドワード・グレイさん。OK ですね。えパスポートナンバーは OK でしょうと。接種日が、なんか接種日が、あの、どもあれか。なるほど、なるほど。これはこれでいいのかな接種日も去年の、あ、そうね今年の3月ですから、ね、もうずいぶん前ですけども、有効期間が3年間ですよということで、これが OK でしょう。 えー、次。えー、まエドワード・グレイサーですね。えー、これも一致してますよ、と。で、えー、観光で2ヶ月間、OK。383年1月12日まで入国期限と。82月31日、えっ、ー、と、オブリスタンのローンダス。オブリスタンの、えー、ローンダスオッ OK ですね。問題なさそうですね。えー、指名タイムされてなさそうですし。 一応これだけチェックしてみましょうか。オッケーでしょう。じゃあアップルブします。はい。はい、次の方。あ、ポリオの証明書が必要なんだ。なるほど。危なかった。ポリオって。えー、っと、ポリオやってますね。さて、もうチェック。なんだこの証明書す。えー、まずこ、こっちから行きましょう。えー、データ180センチ。 63キロ、OK ですね。82年12月21日、OK。これはパスですね。はい。次、えー、入国許可書。えデータ1。えデータ1。就労で、え3ヶ月間、OK。83年11月6日まで OK ですね。はい。次、えポリオやってますね。えポリオちゃんとやってるんで、問題ないですよ、と。で、本人確認は、え取れましたね。はい。じゃあ、これも問題はないでしょう。次、えー 労働許可か。ってか、反抗してあるよね。反抗ケー。労働八83年四月1日まで OK ですね。はい。で、最後はこのパスポートそのものと。ケ、OK、ーでしょ。83年七月の9日まで。はい。いらっしゃいませ。それ頑張って仕事してください。いろいろありすぎや、これ。症例が。嘘でしょうわあ、そうか。しまった。 エリサさんいいよ。取っていいよ。取っていいよ。<laughs> もう素早く通して、もう同僚にはめっちゃ優しいですから、僕。まあもう、こっちもね、罰金確保しましたよ、もう。これ二つ目ですからね。はいはい。いい、大丈夫。頑張る、僕は。<laughs> えー、乗り継ぎ。 14日間。さて、まずは、ポリウワクチンがありませんよ、あなたは証明書は。あ、抱き合ってる。よかったね。発行する余裕がなかった。何わけのわからんこと言ったね、この人は。さようなら。これ持ってけよ。<laughs> いらねえよ、こんなもん。窓抱き合って、まだやっとんか。これ、同僚見とるよね。 こんな暗そうな人できたな。働くです。はい。半年います。はい。とても厳しいですよ、私。ウェービーヘア。80センチ。54キロ。54キロ、OK ですね。1年12月20日、OK ですね。まずこれは通しましたよ、と。次、ポリオワクチン、証明書。ポリオワクチンは OK でしょう、と。 で、81年の9月7日にやってますね。えっ、ー、と、シャミーラ・プラビューさん。えー、OK ですね。おオッ OK でしょう。さて。OK ですね。えー、次。えー、パスポート番号。OK でしょう。で、就労で半年か。はい。 83年1月6日オッケーですね。半コもしてあるよね。はい。次、労働許可証場所。はい。えー、まあ、これも83年1月1ッ OK ですね。で、次、えー、っと、もう何これこの量、グレートラビット OK ですね。で、えー、問題は全く見受けられません、僕には。えー、まうこれとも違うでしょう。はい。それでは、えー、お通りください。 罰金頼むからやめてね。罰金ってどれぐらい取られるんだろうね。えー、次の方。来るのもう、ガガーっつーの、怖くてしょうがない。怪しげ、乗っちゃん来たな。えー、アルスト使いで乗り継ぎしますと。14日が。な、ちょいちょい見たことあるな、みたいな人来ますよね。<laughs> この藤みたいな人。82キロ、OK ですね。82の14、21日は、まあ、これは OK ですね。まず一つ通りましたよ、と。 次、え、カエルさん、え、データ一致しましたね。はい。え、データ一致しましたよと。で、乗り継ぎで19日、19が乗り継ぎで、19日は83年1月19日まで OK ですね。はい。次。えー、っと、ま、これポリオは OK ですよと。で、え、本人確認。え、パスポートナンバーは一致しましたよと。で、82年2月 23OK、OK。 さて最後、えー、合衆連邦の、まず本人確認取って、で、コリスタシティオッケーオッケーオッケーと、ということで、えー、アップルーブ。はぁ、あ、これは大変ですわ。さあ次。はい。あ、そうか。必要なんだよね。国民も。アルタン地区だ さて、えー、まずは、まずは、えー、ポリオをやってますね、と。81年に、で、3年間有効ですよで本人確認、まず。OK。えーと、データ1。これは OK です。ワクチンの証明は。次は、こっち。OK ですね。えー、OK。178センチ、えー、99キロ。まあ、OK ですね。デートオブアースも一致しておりますよ、と。 で、えー、っと、で、最後にこれを確認して、パスポートをパクって、で、アプローブして、完了ですね。パスポートは残念ながら返せません。お帰りください。はい、次。えー、っと、コリオ熱病。 もう引、ね、<laughs> かんていいね。なんか来たなんか来たなんか来たもう待って待って、バイクも来てる。すごいいっぱい来なかった、今ね。<laughs> 一人やられちゃった。さて。あ、まだお金残ってるから大丈夫ですね。精密狙撃手当て20入りましたね。いやー。 すごいね <laughs>。しかしね、ボン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 次が次にいろんなもん出てきて。もうちょっと頭グツグツいってますよ、今。えー、ということで今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。